ネット女子ベッキーはもう飽きたと猛反発。ベッキー見ると胃もたれ状態。ベッキー自体が飽きられてる。元気の押し売り、もう飽きた。ベッキーの過剰な元気と気遣いは見てて疲れる。ベッキーは見たくない。同番組の MC を務めるだけでなくメイン企画を担当しているベッキー、彼女の元気で明るいキャラクターを見ていて疲れると感じているネット女子も多いようだ。ベッキーのイメージ崩壊、いつの間にか嫌われキャラに。さらに目立ったのがベッキーに対するネガティブコメント。ネットの声を見てみよう。ベッキー昔は元気な女の子だったけど今やうるさいおばさん。ベッキー人気急落したね。まあ鬱陶しいのはわかるけど、何でもかんでも出過ぎるとダメだね。いつの間にかベッキーってすごい嫌われてるね。キベさんことベッキーでした。ほら私芸能人よ、すごいでしょって感じがうざい。ベッキーは元気で明るくて好感度も高いってイメージなんだろうけど、最近はお客様みたいになってきてキャラを維持できてないよ。好感度ランキングで常に上位にランクインしているにもかかわらず厳しいコメントが目立ったベッキー。彼女の持ち前の明るさと元気がネット女子にとっては消化不良となるほど強すぎるのかもしれない。子どもの頃からテレビで活躍していたベッキーも今やみそじ。そろそろキャラを変える必要があるのかもしれない。司会進行としては悪くないと思うけど、キベさんはもう縮小気味。ベッキーがここまでやるんだから共演者もやらないといけないってのがあると思うけどな。一応まだ若手の年齢だから自分は何もせずに他人だけ動かそうとするのは難しいんだろうけどな。ネットの反応、まさに元気の押し売りだからに尽きる。ベッキーぐらいで胃もたれするぐらいならバラエティ番組なんか見るなよ。だいたいどの番組も座ってるだけだもんな。何も面白くなければ気の利いたことも言えないし、逆に何でこんなに出てんのって感じ。元気キャラは若さとセットじゃないとダメだから、サービス精神がありすぎてうざいんだろうな。性格悪い上にハーフは供給過剰。やっぱ純日本人の方がいいな。だってこいつ何の芸もないだろ。目がクソでかいだけで美人とも思わんし、早みそじ。外人の劣化速度は極端。嫌ってるのはネットの声の大きい一部だけ。仕切りたがりになっちまったな。私は二面性を含めてベッキーが大好きだから、もともと何の魅力も感じないからな。なんでだろう、なんでかわかんないけどなんか鬱陶しいんだよ。男子ならわかるだろう、なんか悪い意味で若い頃からおばさん臭がするんだよ。この娘、元気の押し売り、元気の押し売りって言うけどこいつ別に元気じゃなくね。目が笑ってねえし愛想も悪い。ふてぶてしく偉そうな態度、どこに需要があるわけ。よく気遣いができるとか持ち上げられてるけど、自分が好かれるための打算がバレバレだから女に嫌われるんだろうね。男はそういうのに気づかなくていい子だいい子だって褒めるから余計女がキーってなる。夫婦のパーティーとかでもてなす側の夫妻を差し置いて海外しく働く自分をアピールする感じ。